桜井の行くのはよく耳に決し菊水の旗は再び返辺帰らじと兼ねて思えば あずさ海泣き数にいるなおぞとどむる見よにょいりん同然のI爪神の守りましける日が鳴る高千穂の竹屋まずかすむ乱爪地方の竹屋まず霞む
して豊前の一部を指すこの地は、大変豊かな自然に恵まれるとともに、古来我が国の大陸文化の門戸となり、内外の諸文化の交流拠点として大変重要な役割を果たしてきたところです。天性の大歌人であらせられた昭和天皇に、このつくしの国を歌われた素晴らしいお歌があります。のどかなる少しに行けば山田に幸を伝うる笠曽にの飛ぶ日本三景の一つ、京都府宮津湾にある天の橋立は、丹後の国風土記によれば、国生みの神イザナギの御事が天に通うための天の橋立を作りましたが、イザナギの御事が居眠りをしている間に倒れてしまい、これが現在の天の橋立になったと伝えられています。昭和26年、御年51歳の時、この地を訪れた昭和天皇に天の橋立を歌われた次のようなお歌があります。珍しく晴れ渡りたる朝なぎの浦和に浮かぶ天の橋立、珍しく晴れ渡りたる朝なぎの浦和に浮かぶ天の橋立、
壁界の月は落つ文珠昭和30年、御年55歳の昭和天皇に、折に触れてと題して、戦後の経済成長と日本の将来を花に例えて歌われたお歌があります。日本の国に再び春が巡ってきた。さあ、日本の国よ、もっと世界の花園で大きく咲き競う花となって活躍してほしい。そして、日本の活躍によって世界が一層充実した世の中になることを望んでいるとそのご心中を吐露された美しくも素晴らしいお歌となっています。なりわいに花になりゆく横そう待たれるなりわいに春は気にけり秋にお花になりゆく横そう待たれる元暦2年、西暦1185年2月19日に行われた屋島の合戦は、義経の大活躍により源氏の一方的勝利に終わりました。那須与一宗隆の扇の的や義経の弓流しの話はこの合戦の時のエピソード。
義経は古今無双の名将でした。義仲を討ち、一ノ谷を落とし、今また屋島で、そして壇ノ浦でも勝利を収めようとしています。源平合戦の決定的勝利は全て義経によってもたらされたものでした。義経は戦に強いばかりでなく、人々に大変親切で優しかったので、人望もありました。この義経の武功や人望を心よしと思わなかった頼朝は、朝廷に対し義経の官位を推薦しませんでした。しかし朝廷では自発的交渉として、一ノ谷の合戦のあと義経を左衛門の少将に任じ、検非違使の状を兼ねさせました。また文治元年、西暦1185年8月14日には伊予の神に任じたのでした。哀れ知る友こそ敵、夜なりけり一人雨きく秋の夜すがら、哀れ知る友こそ敵、一人雨きく秋の夜すがら、歴史を忍び、今日も
君がため積もる思いを待つ日に溶けて嬉しき今朝の淡雪君のため積もる思いを待つ日に藤田東子は水戸藩の家臣で幕末の代表的尊王攘夷論者です。文化3年西暦1806年3月16日水戸に生まれ、父は二代藩主徳川光圀が開設した大日本史の編纂所商工館総裁の藤田祐国でした。幼年時代は読書を好まず武術に励み、ついには江戸の剣客岡田重松の門に入って無念流の免許皆伝を授けられました。ある時父祐国に諭され、その後国府して書士を学び学業を高めました。文政2年13歳の時、父に従って江戸に行き、亀田宝斎や太田金城などに文を学び、その名を世間に知られるようになりました。浮き雲の誰かまた我を忍ばん古の人懐かしき秋の夜の月
ら心の水も頼いてぞ住む30日、明治天皇は総理大臣山縣有朋と文部大臣吉川昭政を宮中にお召しになり、国民道徳の振興のための勅語を授けになりました。教育勅語と呼ばれるものがこれですが、勅語には大臣の副書はありませんでした。つまりこの勅語は天皇が直接国民にお呼びかけになられたものであったのです。これは明治維新以来すでに24年を経て、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允、岩倉具視といった維新の元勲を失った今、代わりに明治天皇直々のご統率による国家体制ができてきたことを物語るものでした。明治天皇は維新以来西洋の文明を取り入れることに熱中し、我が国固有の教えが捨てて顧みられないといった国民道徳の衰えを嘆きになられ、この勅語をご家臣になられたのでした。人も我も道を守り
桜の名所として名高い吉野は、奈良県南部吉野町中心とする一帯を指します。この辺りは古くから桜の名所として知られるとともに、建武の中興を行われ、後にこの吉野に移られて南朝を開かれた後醍醐天皇にまつわる多くの遺跡があることでも知られています。鎌倉初期の政治家として、また新古今和歌集の代表的歌人の一人として知られる藤原義経に、この吉野山の桜を歌った多くの歌があります。また江戸末期の漢詩人の柳川水岩は、大花の季節にこの吉野の後醍醐天皇の御陵を詣で、南朝の昔を述懐した吉野懐古の詩を作っています。昔たれ かかる桜の花を植えて、吉野の梨県、昔たれかかる桜の花を植えて、大和の
いにしえより海は大しきもの、武士の心を育むものとして歌い継がれてきた。万葉の歌人大友のやかもちは、海浮かば水浮かばね、山浮かば草むすかばねと歌い、今日よりは帰り見なくて大気味の、四股の見立てと出で立つ我はと叫んだ。この万葉人の心となって大しき海の歌を詠んだ鎌倉幕府三大将軍源実朝の和歌大海のと、江戸時代末期の詩人藤井竹外が荒海を前に海の大きさ力強さを描いた歌詞、海を望むを吟詠で聞いてみよう。割れて砕けて裂けて散るかも。
和と平成の2つの時代合わせ持った平成元年が行き、希望に満ちた平成2年の新春がやってまいりました。この平成という元号には世界の平和と社会の発展を願う新しい時代に求める理想が込められています。それでは最初に天地の神に世界の平和を祈られる昭和天皇が作られたお歌4首を味わってみましょう。雨土の
明治維新を将来した思想には山崎安西の学問や鴨の真淵、本居宣長らの国学や、さらにこれを総合した水戸学を挙げることができます。鴨の真淵の門人で最も優れた人物とされた本居宣長は、死の真淵という赤学に啓発されて、当時最も読解しにくい古典とされていた古事記の研究に専念し、30年余り心血を注いで古事記伝44巻を作り上げました。それまで儒学と仏教とに従属する形になっていた国学は、鴨の真淵を経て本居宣長に至り、目覚ましい発展を遂げ、ここに一応大成したのでした。四季島の平の
子は振り1180年8月、伊豆日向小島に流されていた頼朝は時至れりと源氏再興の旗揚げをしました。これに対する平家の打っ手の大将軍は清盛の嫡孫平の忠盛、副将軍には清盛の弟平の忠盛が任命され、同年10月20日源平両軍は富士川を隔てて退陣しました。7万余騎を要する平家の軍勢でしたが、長く都の生活に慣れてしまっていた平家の陣には臆病風が吹いていました。夜半に水鳥の羽音が起こるや、これを敵の夜襲と間違え我先にと逃げ出してしまったのです。富士川の戦いは平家の完敗でした。しかし優れた武人であり、また藤原の春勢門下の歌人でもあった平の忠則はこの戦いの出陣にあたり、心を寄せる救助より小袖一重ねと名残惜しさをしたためた和歌を贈られたのに対し、出陣の心意気を歌った次の一首を返しています。別れじなぎかん越えてゆく席も昔の
安国の宮に御霊は沈まるも折々帰れ母の夢路に安国信長出陣といえば、永禄3年西暦1560年5月、織田信長が京都へと大軍を進める今川義元の隙をつき、これを急襲して打ち破った桶狭間の戦いをまず考える。この戦いにより駿河の今川軍は上洛の夢を絶たれ、逆に信長はこの勝利をきっかけに天下統一へと歩んでいくことになった。この戦いで今川勢の総勢は3万、織田方はわずか10分の1の3000であったという。さえ登る月にかかれ天皇といえば、国民に対してはもとより草木にも深い御仁愛を寄せられた昭和天皇の御心に思いをいたします。昭和天皇の歌に昭和44年御年69歳の時、水芭蕉の観光地として知られる富山県上花町を訪れられ、縄ヶ池に咲く水芭蕉を歌われた心洗われるような
素晴らしいお歌があります。お歌には長い間心に思い描いておられた願いが達せられたという感動が込められています。水清き池のほとりに我が年でした。我が国でもこの戦後50年を記念する各種行事が行われ、厳しい戦中戦後を経験された人々にはひとしお感慨が深い一年であったと思います。太平洋戦争末期、硫黄島における日米攻防戦の日本軍の玉砕は目を覆うばかりの惨状でした。この硫黄島の玉砕に際して南の島々に向けて鎮魂のためともいえる西尾東京都長官の別れの言葉、そして笹川静江の和歌の朗詠が NHK からラジオ放送されました。今日お聞きいただく和歌はその時朗詠された6種の和歌のうちの2首です。硫黄島の激戦を絶った松口月城の監視硫黄島、そして戦後50年初回と題して作られた峰兼夫の監視とともに味わってみましょう。みんなみの幼子も
先その手を合わすなり世の島の私たちの日本にとって千島樺太を経て大陸につながる北海道の重要性は日本が明治維新により近代国家として世界に融資する100年も以前から叫ばれてきたことです。今日はこの幼少の地北海道に思いを馳せた賢人たち、また限りない創造性を秘めた北海道に思いを寄せた詩人たちの詩歌を鑑賞しながら平和な日本の将来について考えてみたいと思います。狼の新しい年を迎えた時、私たちは一年の計に思いを巡らします。それは来たる一年の幸せへの祈りとなるのです。その祈りは家族の安全であり、国の安泰であり、世界の平和へと思いは広がります。この新春にあたり、近代日本の繁栄の礎を築かれた英明の君主明治大帝の世界平和を祈願する和歌よもの海と、明治の英傑野木大将の日本人としての誇りを富士山に託した漢詩富岳で新春の幕を開くことにいたしましょう。
よもの海みな腹から風の立ち騒ぐらん腹からと思うよに騒ぐらん
もろとり。この小生桃の節句に卒業、4月は入学、そして5月は端午の節句と子どもたちの健やかな成長を祝う季節であり、また子どもたちの巣立ちの季節でもあります。このように私たちが我が子の成長を心から祝う人の子の親となった時、自分もまた子どもであった時、同じように親の深い慈しみの中にあったことを身をもって知ることができます。子どもたちの成長と巣立ちのこの季節、今日は普段は当たり前のことのような気持ちでふと忘れがちなこと、親を大切に思う孝養の心について考えてみたいと思います。たらちねの親に仕えて、豆なるが人のまことの再入。
なんちゅうの答えよう。